アークサバイバルアセンテッド発売までの間、遊ぶのにおすすめのアークサバイバルエボルブモッドマップおすすめ5選。ボルケーノ、火山が目玉のモッドマップ。ハブスク数20万超えの大人気マップで、ほぼ全ての恐竜が登場し、アイランドとほぼ同等の広さの中にアークの全てを集約したようなマップ。バルハラ、2015年投稿の元祖モッドマップ。ハブスク数20万超えでボルケーノに次ぐ人気。陸地はアイランドの2倍から3倍、海の広さは5倍から6倍の広大なマップ。センターにあるような浮島や遺跡が魅力になっている。カバルス、馬が主役の一風変わったマップ。 X とグリフィンに編集が存在し、体の模様や色も様々。チャンネル登録者144万人のシンタックス氏が直近でプレイしていて、海外では特に人気のマップ。ハイニア・アステラ、日本人制作のモッドマップで、数多くの固有バイオームが存在し、オリジナルの新生物も多数登場。飛行禁止の特殊なマップ。グラシウス、極寒世界が舞台のマップ。専用の天候システムを採用し、極寒世界特有の生物やアイテムが存在。スコーチドアースの雪山バージョンのような過酷なマップ。